はい。お疲れ様です。久井と申します、えー。札幌2歳ステークスの方の、えー、前頭診断をやっていきたいなというふうに思います。はい。まずは基本的なデータを見ていこうかなと思います。えー、前層上がりですね。えー、過去10年で馬券内に来た、えー、30頭のうちですね。えー、前層上がり1位、2位、3位、4位以下というところでですね。まあ基本的にですね、前層上がり2位までがですね、評価できるのかなというふうに思っております。 はい。続いて前走人気です。えー、こちらですね。まあちょっと2が凹んでいて、まあ3が、まあ、伸びているというふうなですね。ちょっといびつな形にはなっているんですが、そうですね。基本的にはですね、前走3番人気いないというところがですね、まあ人気にしっかり応えて勝ったというところでですね、自力があるというところで評価できるんじゃないかなと思っております。はい。こちらが前走距離に。 なります前層ですね、1800メートル組が基本的に馬券のほとんどに占めておりまして、続いてですね、1600メートル、1500メートルというふうにですね、なっていく感じかなと思います。でこちらのですね、前層1500メートル組に関してはですね、基本的にはクローバー賞組が大半になっておりまして、まあ、基本的にはクローバー賞から来た馬をですね、買えばいいのかなというふうに思っております。はい、えー、当日人気ですね。 えと昔はですね、まあ、やや荒れる傾向もあったりしたんですが、えー、ここ最近はですね、結構固めに決まっておりまして、一、まあ、番人気がですね、まあ7割、7割、6割ですね、えー、6割来ていてですね、まあ、2番人気も4度来ているというところで,ですね、まあ、3番人気だけなぜか全然来ないというところで、5番人気と4番人気の成績がいいですよというふうになっております。 はい、えー、ここから前頭診断やっていこうかなと思います。えー、まずはですね、ウルディボニュールになります。えー、こちらですね、前層がですね、まあ、腸がつくですね、非常にずっとスローのですね、新馬戦でして、まあ、非常に評価に困る内容であったなと思います。えー、途中ですね、まあ、 ペースが上がってきたところでですね、直線ウィンマクシマムとですね、追い比べになって競り勝ったというところでですね、こちらの勝負根性っていうのはですね、評価していいのかなと思っております。ただですね、まあ13秒台、14秒台をですね、まあ踏むようなですね、非常に遅いラップのですね、新馬戦でして、まあこの新馬戦からですね、この馬の能力っていうものをですね、測るというのは非常に難しいのかなと思っております。 はい、こちら、スカイ級者の馬なんですが、そうですね、春先はですね、まあ、非常に評判馬だったんですが、宝塚記念の日のですね、新馬戦に出走する予定だったのをですね、延期してですね、まあ、そこからちょっとやや噛み合ってないようなところがあるのかなと思っております。 前走ですね、まあかなりスローでしたので、中一周で出てくるというところに対する消耗に関してはですね、気にしなくていいのかなと思っているので、まあ前走からですね、状態が悪いというようなところに関しては大丈夫なのかなと思っております。そうですね、この新馬戦を勝ってですね、かなり早い段階で札幌2歳の話が出ていた通りですね、まあある程度勝ったらというところで折り込み済みだったのではないかなと思っておりますので、まあ中一周に関しては不安要素にはならないかなと思っております。 そうですね、ただですね、3番人気なんですね、現状ネット競馬の想定人気ですと。これをですね、まあ、この馬を3番人気で買うというのは、まあちょっと、妙味がないのかなというところでですね、まあ、馬券的にはですね、あまり積極的に買いたい馬ではないというところで B 評価とさせていただきました。そうですね、レースからあまりポジティブな要素がないので、まあ ポジティブなを上げるとすれば、まあ、新馬戦でですね、まあ、珍しく川崎守がガッツポーズしていたというところですかね。まあ、口するですね、外野メンテに状況で結構差をつけられている点も、まあ、ちょっとマイナスポイントかなと思います。はい、えー、解雇ですね、こちら C 評価とさせていただきます。えー、前走ですね、クロー,バーショ賞初のシバレースだからですね、2着と善戦したというところでですね、まあ、こちら、さやもの、 ババでしたのでまあ、そういったところがですね、ダートとのですね、まあ適性なんかがかみ合ったのかなと思うんですが、まあ、こちらはまあちょっとオープンにしたレベル低かったのかなと思っておりまして、まあ、オープン2着というふうに字面だけで受け取ることはできないのかなと考えております。えー、今週末ですね、土曜日、まあ、一応天気が崩れるかもしれない。 ような予報でしたのでまあ午後ですねまあちょっと大雨なんか降って一時的にババが悪くなればですねまあ噛み合って一発あってもいいんじゃないかなというところですねまあほぼ最大人気だろうということが想定されるんですがまあ紐に入れるとですねまあ一撃で一気にオッツが跳ねたりしてまあ面白いんじゃないかなと思いますはい、えー、こちらガイアメンテですねガイアメンテ s 評価とさせていただきます そうですね、新馬戦見た時はですねまあさよもの新馬戦でまあさよもというところをですねまあ、加味すればですねまあタイムはまあいい方だなという程度でまず、あ、ば抜けて強いなというふうに思ったことはまあないんですがそうですね調教ですねまあ同レースに出走するですねウールディモニュールのラスト強め相手にですね馬なり余力でまあ外0.4秒追走の導入というところでまあここではちょっとかなり すでに仕上がりであったり能力であったり、まあこちらがかなり上手なんじゃないかなと思っております。ですね、安城の瀧豊かジョッキーもですね、まあ走りを絶賛していてですね、まあかなり期待してるんじゃないかなというところでですね、まあ今回のメンバーではですね、十分通用する非常に強い馬なんじゃないかなと思っております。 えー、次はギャンブルルームになります。えー、こちら、評価とさせていただきます。えー、新馬戦ですね、まあ、非常に圧巻の内容でした。えー、宝塚記念の日のです、ね、新馬戦だったんですが、そうですね、まあ、やはりペースっていうものはです、ね、どうしても遅くなりがちなんですが、まあ、同日のコバ、ね、も含めたです、ね、レースで,です、ね、最速の上がり33.7をマークしたということですね。 すでにですね、2着馬のですね、ブルーメンデザインであったり、5着馬のですね、メイプルギャング、6着馬のですね、クイックバイオなんかがですね、勝ち上がっていることからもですね、まあこの新馬戦ですね、非常にレースレベル高いのかなと思っております。 そうですね、展開としましてはまあ内側ですね開きましてまあそこをついたというところでですねまあ非常に展開ハマった面もあるのかなと思ってるんですがまああの足色でしたらですね同じコース走っていてもまあ十分この馬が勝っていただろうと思いますのでまあここに関してはですねまあこの馬普通に能力非常に抜けて強いのかなと思っております。そうですね 気になる点としましては、スタートがですね、悪くないんですが、行き足がですね、つかない点やですね、えー、まあ、後方一気のレースをしたというところでですね、まあ、動作が増えるとですね、どうしても馬群が長くなりがちで、まあ、後方の位置取りであったりとかですね、まあ、直線がですね、まあ、今回短くなるというところで、まあ、直線が一気に だけでですね、まあ束を抜くというようなレース展開がまあどうしても作りづらいというところでですねまあおそらくうちが都合よく開くというようなこともないと思いますのでまあ今回ですね能力間違いないんですがまあ札幌1008という舞台に関してはややちょっと苦しいところもあるのかなと思いましたのでえー、っと S 評価ではなく A 評価までとさせていただきましたこの力に関してはですねガイアメンテとですねまあ同じぐらいのもしくはまあ 超えるぐらいの水準にあってもおかしくないかなと思っていますので、まあ、今回まあ、a より下はですね。つけられないかなと思います。 はい。えー、次がグランルーチェになります。そうですね。人気のデータとですね、前走距離のデータからですね、まあ十分消していいのかなと思うんですが、そうですね。前走ダートでですね、圧勝している馬にはなってくるんですが、芝、まあ、初挑戦でですね、いきなり重傷で、このメンバーというのはちょっとさすがに厳しいかなと思いますので、こちら C 評価ですね。はい。次がコルルティになります。えー、こちら前走函館2歳ステークスですね。 さすすがにです、ね、1200からですね、600m の距離延長は厳しいと思います。でですね、ハイペースでですね、逃げた新馬戦とですね、打って変わってですね、前走に関してはですね、後方そのままです、ねえー、10着にですね、負けているというところもですね、非常に買いにくい要素なのかなと思っております。 はい。えー、次がセットアップになります、えー。この馬ですね、持ち時計がですね、札幌戦8のですね、1分48秒5というところでですね、まあメンバー最速となっております。えー、過去のですね、新馬戦未勝利戦を見てもですね、まあ非常に早いタイムでして、まあ能力自体はですね、素直に強いと評価して良さそうだと思います。 えー、コーナーでですね、まあペースを上げるというようなですね、レースをしてですね、まあそこで作ったリードをですね、そのまま直線保ってゴールというところでですね、まあコーナリング非常にうまいのかなと思っておりまして、こういうところはですね、まあ札幌競馬場を非常に向くんじゃないかなと思っております。えー、前走ですね、外枠のですね、ピンク棒からですね、あっさり花を取り切ったというようなところでですね、先行力もう十分かなと思っておりますので、まあ枠次第にはなってくるんですが、まあ楽に花が取れてですね、 この馬のペースで運べればですね、まあ、頭まで来る可能性も十分あるんじゃないかなと思っております。まあ、できれば内枠だったらいいなと思います。はいえー、中1周でですね、まあ、前走非常にまあ早いタイムの決着というところでですね、まあ、消耗していて、まあ、出来落ちがですねやや心配になってくるのかなと。 いうところですねまあ調教の動きなんかに関してはまあ、大きく、まあ、前走から落としているという,うところはですねまあないかなと思いますのであ、まあそうですねまあ現状維持ぐらいでは少なくとも出てくるんじゃないかなと思っております。 はい、えー。次がトレミニオンになります。えー、メンバーでですね、えー、と2頭しかいないヒンバになります、えー。もう1頭がですね、コルルディですね。えー、このレースですね、ヒンバのな内率がですね、ボバより高いというところでですね、まあそういうデータに関しては追い風になってくるのかなと思います。えー、この馬ですね、前走2番人気というところでですね、まあいびつなデータにはなるんですが番、前走2番人気がですね、全然来ないというところですね。まあ 全層上がり1位というところはまあいいのかなと思います。え、新馬戦ですね、2着馬のティンクがですね、まあすでに勝ち上がっていまして、まあメンバーレベルは悪くないのかなと思っております。たですね、まあタイムに関してはですね、まあ波レベルかなと思っておりまして、まあここでですね、まあ十分前戦するにはやや足りないのかなといった印象で B 評価とさせていただきました。 はい。えー、次がパワーホールになります。えー、前走ですね。ラストにハ波論、11秒2、11秒1はですね。まあやっぱり札幌の新馬戦としてはまあ非常に破格だなと思います。 ただですね、まあかなりスローペースで、まあラストにハローの戦というところでですね、まあその恩恵をですね、十分受けた結果なのかなと思っております。えー、先行力ですね。まあこの馬まあ先行力普通にですね、そうスローだったんですが、鼻取り切るまではですね、ぐっといい足を使えていましたので、まあ今回もですね、まあ後手を踏んで後ろからになるというようなことはあまり考えられないんじゃないかなと思っております。 ペースが上がった際にですね、足が溜まるかどうかがですね、まあ、鍵になってくるかなと思うんですが、まあ、調教でもですね、控える競馬を想定したような内容でして、まあ、安定もですね、えー、横山乗りジョッキーですね、もですね、まあ、操縦性が高いというふうに評価していてですね、まあ、多少ペースが上がってもですね、まあ、大きく崩れるというようなことはないんじゃないかなと思っいます。 ております、えー、決め手はですね、まシ、あ、新馬戦で見せてくれた通りですね、非常にいい足は持っていますので、まあ、こちらがうまく炸裂すればですね、まあ十分激走あり得ると思います。はい、えー、次がまあゴッドソラアレになります。えー、こちらですね、えー、函館の新馬戦としてはですね、まあなかなか悪くないタイムなんですが、まあ、ここでですね、前線するにはやや一歩足りないのかなと思います。そうですね、やっぱりサッ 立のですね、新馬戦デビューして、まあ、1008で今後活躍するというような馬ですとやはり1分50秒台をですね、まあ、出してくる馬が多いのかなと思っておりまして、まあ、1分51秒というところで、まあ、もう一押し欲しかったなといった印象です、えー、2着馬がですね、スパークシャールとなっておりましてあすみませんこれ5時してますね、えー、2着馬がですね、スパーク、えー、リシ はい。2、えー、着馬がですね、スパーク、シャールとなっておりまして、えー、こちらはですね、セットアップの、えー、未勝利戦のですね、2着馬になっております。えー、この馬をですね、まあ、物差しにしますと、まあ、一応ですね、セットアップの方が着差は大きいというところでですね、まあ、ややセットアップより一段落ちるかなといったところや、やはり函館の新馬戦の内容ですね、こちら辺を加味しまして、B、まあ、評価までとさせていただきます。 はい。えー、次が、ロジルーラーになります。えー、このままですね、まあ、新馬戦で遅れているというところではですね、まあ、未勝利戦でも、まあ、ややスタート遅めだなというようなところを考えるとですね、まあ、メンバーレベルの上がる今回はですね、一取りでですね、後方になるとですね、なかなか苦しくなってくるんじゃないかなと思っております。 はいえー、ただですね、まあ、前走終始外を回せる競馬でですね、勝ち切ったというところを考えるとですね、まあ、自力というものはですね、ある程度評価する必要があるんじゃないかなと思います。こういうタイミングでの B 評価となっております。 はい。えー、こちら、S 評価、ガイアメンテの、A、評価、ギャンブルルーム、セットアップ、パワーホールですね。まあ、基本的にはこの4等を中心に馬券を組むのが、まあ、僕はいいのかなと思います。えー、そうですね。今んところ想定人気がですね、1番人気、2番人気、3番人気あ、すいません、3番人気じゃないですね。1番人気、2番人気、4番人気、5番人気というところでですね、まあ、人気どころにはなってくるんですが、まあ、近年ですね、人気で決着しているというところから、まあ、ここは実力通りに決まると見て、問題ないんじゃないかなと。 思っておりますはい、えー、チャンネル登録高評価よろしくお願いします、えー、最後までご視聴ありがとうございました